どうも、え、かとちゃんです。僕は、自分の意見を人に発信し、その人の、え、物事の考え方を変えたり、新たに加えたりってったことを通じて、人の現状をよくできる人はかっこいいなと思い、そうなりたく、1年と10ヶ月、え、馬券術の発信活動をさせてもらってます。おかげさまで、え、1200人が目から鱗ですってくださったおかげで、え、SNS の方で、え、2019年1月現在、 一年と十ヶ月、バッケン術の発信活動を続けています。お願いします。さて、今回はですね、どうしてないと、えー、勘違いちゃまま、あなたがバッケンでプラスにできない。帯風もつか、えー、めなくなってしまう。えー、そんな、重要な知っておくべきマインドについてお話します。何かというと、 自分の何か一部悪いことが、悪いところがあっただけで、自分の全てが悪いというふうに勘違いしてしまうということです。はい。あとはこんな経験ありませんかね何か一個うまくいかないことがあると、ああもう自分なんてダメだとか、どうせ何やっても変わんねえわとか、もうこのままダメなまま進んでいくしかないんだ、生きていくしかないんだっていうふうに思うことありませんでしたかね 僕は、今でこそバケンズ発信活動をしてますが、もともと3ヶ月で63万円をマイエンスにした経験があります。もうその時は、えー、まあ、正直大事なお金もね、バケンに溶かしてしまっていたんで、もう夜家に帰って、まあ仰向けだって押し込ながら、俺そんな普段のお金悪いかなとか、俺、もうなんか何やってもうまくいかないんじゃないかとかっていうふうに思ってたんですね。 でも、馬券に関して言うと、結局はその、工程、予想工程がダメなだけであって、自分の全てが悪いわけじゃないんですよね。僕はなんかもう、何やってもだなっていうふうに、自分の全てが悪いというふうに認識をしてしまってました。だからこそ、えー、こうやって今日は動画でお話をして、ま、しているんですが、何か悪いことがあったときに、えー、自分の全てが悪いというふうに思い込まないための、ステップ、ツーステップがあるので、 これをぜひ、えー、もしあなたもですね、何かダメなことがあったときに、す、え、べ、ー、てが自分はもうダメだというふうに思ってしまったら、してほしい2ステップがあります。ほしい2ステップがあります。えー、1つ目は、自分のすべてが悪いと思ったら、本当にそうかと疑ってください。口に出して疑ってください、まず。口にも嫌でも口に出すんです、まず。で2つ目が、肯定がダメなだけだと。肯定がダメなだけだと。 馬券であれば、ま、予想過程の一部がダメなだけだ、という風うに口に出してください。一部がダメなだけだという、口に出すのはこれとても大事です。はい。だからですね、今すぐあなたは、ま、正直、ま、プラスにするなんても今のままじゃ、夢の夢だとか、えー、夢のまた夢だとか思ってる場合は、今すぐ、予想工程がダメなだけなんだという風うに口に出してください。最後でもいいです。口に出してください。 それでは、今回は自分、何か一個悪いことがあっただけで、自分の全てが悪いと勘違いしてしまって、何も踏み出しないことになってしまう。これを防ぐためのお話でした。ありがとうございました。なお、最後、今すぐパ今すぐのですね、一部がダメなだけだというふうに口に出してくださったあなただけにお知らせです。最新のバッキンジー全貌1200人が目からうろこと言ってくださったバッキンジー全貌は、 ここでは話していません。なぜかというと、えー、もう動画4分超えますが、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。なので、えー、戦略人が目から鱗と言ってくださった最新のバッケンズの全貌は、下記動画説明欄のブログリンクにておか、しかしてます、えー。ぜひ動画を見て意欲が高まっているのが今なので、今があなたが一番情報が頭に入りやすいタイミングです。なので、えー、今すぐ、下記動画説明欄のブログの方をクリックしてください。それではお待ちします。今回は聞いてくださり本当にありがとうございました。失礼します。